ありがとうございます。宇宙からの使者です。世界に神秘があるんじゃない、世界があることが神秘なんだ。お母さんなんか嫌い、大嫌い、大嫌いだよ。木炭ですさな。さあ。おお、久々に嗅ぐ美術室の香り。視聴覚室。モデル誰かな。そして、私？ワクワク。スー。ほえ？ロボットなら、動かなくても平気だろ。平気です。お前どう思う？動かないといいな。描きやすくてお人形さんみたい。スー、笑ってみて。くすぐってみようか。平気です。ん、エコひいき？平野先輩にだけ口を聞いたぞ。君が変なことするからだよ。ねえ、すーちゃん。ムカピ。シクシク。スー、もう少し股間広げて、両手で胸をギュッと掴んで感じ出して。却下。こうですか。おかぴー。いえ、そんなことないです。ありがとうございます。ありがとうございます。
リバウンドするものなのよ。ああ、私もミキ先輩みたいに志望を胸に行かないかな。先輩、秘訣を教えてください。やっぱり牛乳ですか？いや、大きくないから。それは嘘だ。おじさんは知っているぞ。先輩、ズバリ秘訣を二文字で。遺伝。のー、そうなのか。お風呂が沸きました。わーい。お留守番お願いね。うるさい。お茶。親が勝手に買ったんだ。うるさい。ゆいと覗きに来なかった？ねえすーちゃん、平野先輩どこか出かけたりしなかった？いいえ。本当に本当？はい。そっか、てっきり先輩かと思ったのに。うん。にゃー。よは。
お前、やるのか？後でな。却下。やだ。何をしている？何をしている？ごまかすな！何をしている？濡れた T シャツコンテスト。
ません。先輩なら優勝確実ですよ。却下。先輩ってお茶目だな。いや、お魚お魚、ついついついワクワク。私もしたい。